シェンクレングスフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のヘルスフェルトイコールローテ軍に属す町村である。シェンクレングスフェルトは、北のツイリングスワルトと南のヘッシシェス・ケーゲルシュピールとの間のクッペンレーンの市脈に位置している。約 8km 西北西にバートヘルスフェルトが、約 17km 南南西にヒュンフェルトがある。この町は、 肥沃な高原に位置している。西部は古田川へ、東部はベラ川の谷に下っていく。シェンクレングスフェルト近郊に両河川の分水帯がある。隣接するアイターンフェルトで湧き出した小川ゾルツ川はバートヘルスフェルトで古田川に注ぐ。一方、町内で流出するランスバッハ川はフィリップスタールでベラ川に合流する。 町内の最低地点はゾルツ川の河原の海抜225メートル地点。最高地点は海抜511メートルのランデッカーベルクである。シェンクレングスフェルトは、北はバートヘルスフェルト及びフリーデバルト、東はホーエンドーだ、南はアイターフェルト、西はハウネックと境を接している。この町はシェンクレングスフェルト、ディンケルローで、エルトマンローで、ヒルメス。 混浪で、ランパーツフェルト、ランダースハウゼン、マルコメス、オーバーレングスフェルト、シェンクゾルツ、ウンターバイゼンボルン、ベールスハウゼン、ビッパースハイン、ビュルトフェルトの各地区からなる。シェンクレングスフェルト集落は800年頃のヘルスフェルト修道院の長税母、ブレビリム・ラリーにレニスフェルド・イン・サーン・ジーヤとして初めて記録されている。この集落は、 急速に、大官所、裁判所、役人がいる、行政集落に発展した。1688年には、公主代も記録されている。1648年から、シェンクレングスフェルトは、アムトランデックとともに、ヘッセンカッセル法白領に属し、改革派を進行した。ナポレオン支配下のベスト・ファーレン王国時代には、シェンクレングスフェルトは、 ランデックオゴーリの治安裁判所の所在地となった。1455年にレングスフェルト近郊で薬泉について記述されている。この水源の他にも1688年に2つの目の源泉が湧き出した。1688年4月23日から数年間温泉治療医豪太のバホフ博士が運営する当時場があった。 1912年から1933年まで、この町は、ヘルスフェルト郡鉄道によって、バートヘルスフェルト及びベラタールのハイムボルツハウゼンまで、鉄道で結ばれていた。現在も、かつての駅付近には、旧郡鉄道の移行が残されている。2009年9月11日にベラフルダ鉄道、新公海、e、EV は、ヘッセン州立鉄道のハイムボルツハウゼンへの、 路線区間とともにこの移行を獲得した。将来的に保存鉄道の設立を目指している。ランパーツフェルトは早くも1962年4月1日にシェンクレングスフェルトに合併した。1971年と1972年のヘッセン州の自治体再編によって新たな町が形成された。1971年2月1日に混ーで、 オーバーレングスフェルト、ウンターバイゼンボルン、ベールスハウゼンが合併した。1971年12月31日に、ディンケルローで、ランダースハウゼン、マルコメス、シェンクゾルツが合併した。1972年8月1日にエルトマンローで、ヒルメス、ビッパースハイン、ビューストフェルトがこれに加わった。シェンクレングスフェルトの町役場シェンクレングスフェルトの町議会は、 23, 議席からなる。2017年のシェンクレングスフェルトの町長調選挙は、10月8日に、ウードランガーとカール・クリストフ・メラーとの間で、決選投票が行われ、メラーが56.3%の票を獲得して、当選した。図柄、銀字に枝分かれした緑の西洋シナノキの枝。右上に赤い先鋼十字。この紋章は、1955年3月14日に、 ヘッセン州内無償の認可を得た。ユダヤ宗教芸術博物館は1999年からシェンクレングスフェルトにある。この博物館はシェンクレングスフェルトのユダヤ人コミュニティの旧教支宿舎に入居しており、ユダヤ人の追悼を交流の場として設けられた。1912年にユダヤ人会によって建設された。この住宅は、 1996年から1999年にこのために設立されたシェンクレングスフェルトユダヤ人教師宿舎保存協会 EV によって完全に修復され1階に専門図書館を併設したセミナー室やシェンクレングスフェルトのユダヤ人小集団の信仰や歴史を紹介する展示室が設けられた1925年には149人のユダヤ人が住んでいた これは住民の約13%にあたる。この集落にはシナゴーグユダヤ人民族学校があった。また見応えのあるユダヤ人墓地が残されている。最後のユダヤ人は1940年の夏にこの村を去った。町は合計22人がホロコーストの犠牲になったことを証明しており、1988年11月に ユダヤ人墓地に記念碑を建立した。ランデック城の環状壁跡とマウリティウス教会シェンクレングスフェルトの西洋品の気球マルクト広場に樹齢1000年を超える西洋品の木がある。ARD 放送ドイツの2007年4月23日に初めて放送された番組によれば、この木は樹齢120年でドイツで最も古い樹木である。 シェンクレングスフェルト駅の操車場シェンクレングスフェルトは様々な修道を介して全国的な交通網につながっている。連邦道 B62 号線が町の北部をかすめて通っている。公共旅客近郊交通についてはワグバス GMBH によって340号線と345号線が運行されている。鉄道バートヘルスフェルトハイムボルツハウゼン線を 運行する列車はない。バーアンラートベーカ・ヘッセンの一部である、ゾルツタール自転車道がこの町を通っている。バーアンラートベーカ・ヘッセンは、ハーナウから、旧鉄道路線を利用して、ホーゲルスベルク山地やレーン山地を通って、バートヘルスフェルトを終点とする全長、約2 5 0トルの自転車道である。町には、大きな調律体育館を併設した公民館がある。 2010年からシェンクレングスフェルトに、ラジオ・ランデックという名前のラジオ放送局がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ベボケ・ルングス・シュタンド・ AM31.12-2019 コミューニル・ワラン2016インヘッセン。 エンドガルティッチス・アーガブニッツ・デア・ジェミンボル AM ・ AM6MRZ2016632019 シェンクレンクスフェルドヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット2018年8月1日閲覧バーガーメイスター・ウォルインシェンクレンクスフェルド a m 8.10 2017ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムット2018年8月1日閲覧 AB ジャニーミグナイネスはピースデアゲマインで、シェンクレンクスフェルドイムロンドクライスハースフェルド、レイギルウングズベイトサーク、カッセルホム 14MRZ1955、スタートサンズイガーフュアダズラントヘッセン。 p311http コロンスラッシュスラッシュ starweb.hessian.de スラッシュキャッシュスラッシュシュタンツスラッシュ1955スラッシュ 00013.pdf ページイコール3二インシェンクレンクスフェルドエイルマニアジュやかアービーツジェメインシャフトフュアダイエーフォーシュンでアゲシヒテデア ジュデニムズ・ドイッチェン・ウント・アングレン・ゼンドン・ラウム。2018年8月2日、閲覧。ゲマインデ・シェンクレンクスフェルド、ダイ・シェンクレンクスフェルダー・リンド。2018年8月2日、閲覧。ボント・ラシン・ラット・ウィッチ、ソルズ・トル・ラド・エグ、バット・ハースフェルド・シェンクレンクスフェルド、ハリム・ボールツ・ハウゼン。カール・ウント・アレクサンドル・シュレマー。2018年8月2日、閲覧。 ありがとうございます。